どうも皆様ごきげんよう、コメです。それではヨッシークラフトワールドの続きをプレイしていきます。今回はおそらくボス戦ですね。コンドルランド、こわっ、あ、キューちゃんだっけ、こいつか、ボス。了解。まあボスの倒し方しっかり見極めつつやっていこうって感じですね。ヨッシーアイランドの時もやっぱボス戦はちょっと若干謎解き的なところも含まれてましたからね。頭使っていきましょう。チュー君、チューさん、ダメだよ。あらあら、綺麗なものには目がないのね。おお、ベビーコッパ、はあ、困りましたね。なんかここでやってますね。本当にこの辺にビーズが落ちたんでちゅか。確かにこの辺りのはずですが、チューさんはあなたの手先じゃないのね。わっ、ヨッシーが切っちゃったでちゅよ。あー、やめなさい。おい、あれは鳥の巣みたいな。ギギ、こんなに早く追いついてくるとはね。まさかもうビーズを見つけたのかい。見た。正直に答えるバカヨッシー。本当にちゅか。コントかよ。ありませんね。本当に見たにちゅかって、ないじゃないでちゅか。さっさとビーズのやりかを剥がせるでちゅ。はい、坊ちゃま。ヨッシーちゃんはこの鳥の餌にでもなっちゃいなさい。あ、やっぱそこに鳥がいるのね。なんかすっごいもんね。さあ、どのようなボスなんでしょうか。ん？それが鳥になるんかい。コンドルキューちゃん？あ、キューちゃんじゃない、アキカンバード。さあ、どう戦えばいいんだこれ。ペロン。ちょっと、オッケー、なるほど、そういうことか。ほいオッケー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 、わかりやすい、非常にわかりやすいぞ。狙ってこないよね。ほらほら、来いよ来いよ、磁石をよこせ。はっ、大丈夫、ちょっと攻撃長くない？よいしょ、オッケー、大丈夫よ。痛い。あ、チューさん、ちょっと待って。ほう、なるほど。ほい、あ、ちょっと待って、そこ。いいぞいいぞ、順調、あと一発だろう、どうせ。コイン100枚達しましたね。 OK です。あとはダメージを食らわずにこの空き缶バードを倒すことができれば、まあパーフェクトクリアなんじゃないかなと思います。ちょっと落ちてくる感覚が早くなってきたね。はいはい、岩のなんか転がってくるスピードも速くなったね。ちょっとこいつジャンプしてくんの。なんだ、早い。チューちゃん、そういうことやっちゃダメ。ほらよ、この野郎。ほら、卵にでもなりやすい。ああ、まずい。ほら、やった。おしまいだ。はっは。なるほどね、そのステージで活躍したギミックを駆使してボス戦で勝っていくっていう感じか。なかなかやるじゃない、覚えてらっしゃい。楽しかったよ、空き缶バードか。またもうスマブラの次回作が出たら、またなんかスピリッツとかなんかフィギュアとかそういうので出てきそうなボスキャラでしたね。さあ、ビーズ1個回収しましたよ。太陽のビーズをゲットしました。
持って帰ってくれるかい？よろしく頼んだよ。いや、楽しい。非常に楽しい。水色が戻った。なるほどね。はめたビーズによって色が回復していくのか。なるほど、なるほど。このなんかこう工作チックっていうのもいいんだけど、なんかこう絵本みたいなこの話の進みもすごくいいよね。空き缶バード倒しました。 OK です。では次に進みましょう。お、またスペシャルフラワーを必要とする方かな。お前さんがヨシーだね。ビーズ集めてるんじゃろ。うん、ほっほっほ、わしはクラフトン G じゃ。この世界のことなら何でも知っているよ。ほらこれをご覧。あー、めっちゃステージ広いな。なるほど、真ん中上下に分かれていくのね。どれから集めるかはお前さん次第じゃ。頑張りなされ。あら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 、足腰が弱くても移動は快適そうね。いや、フラワーワールドにようこそ。ここから道が2つに分かれているよ。どちらに進んでも良いからね。咲いた咲いたいろんな花が。ではここ行ってみましょうか。また素敵な世界だ。ヤヒー、こっちに何もない。お花、フラワー兵法とかそういえばいたな。とか隠れてんじゃないの。多分赤コインとかどっかあるかな。コイン全部取ったらなんかある。なんもない。そして向こうにパンジー、チョウチョがいるね。よいしょ。ちょっと待って、危ない、びっくりした。何。ああ、チョロヌープか。お花は攻撃できないのね。オッケー。待って、フラワー7つもあるの。ということはこのステージめっちゃ長いよね。もうフラワーの数によってステージの長さを確認するっていうような。ああ、おいおい、いきなりしゃがんどいてくれよ。待って待って、ここにいよ。なんかあるかもしれん。隠し、なんだろう、ハテナ雲とかさ、そういうのすごい警戒してるからさ。よいしょ。 OK、 必要のないところまで。あらら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 ら、ら危ない危ない危ない。あー、やっぱりやっぱり、あって言って、くそ、やっぱり、うん、もう。そしてそっちにもいるんかい。 OKOK。まったくいろんなギミックがありますね。あ、待って、やばいかもしれない。あぶねえ、あぶねえ。これはやべ、フラワーがね、フラワーじゃねえ、ヒーホーが昼寝してる。あ、ごめんよごめんよごめんよ。待って待って、ここ入れるでしょ。あー、いいっすね。卵を回収してあそこのスペシャルフラワーを取りたいよ。ボボボボボボボ、絶対どっかいるね。あば、ブーブー、違う、卵にしたいんだ。オッケーオッケーオッケー。で、ちょっとスペシャルフラワー回収しましょう。できれば一発でね、スペシャルフラワーとか回収 したりとかさ、赤コインとかね、しっかり取っていきたいでしょ。ほい、オッケー。これ2つ目でしょ。オッケー、よしよしよし。また来た時にね、一発でちょっとクリアできるとは思ってないんだけど、また来た時に回収しないといけない部分が少ない方が楽じゃん。絶対この辺なんかありそう。やっぱあった。おい、あー、赤コインがいっぱい。よいしょ。ここはチョロヌープがどんどん出てくるね。よいしょよいしょ。おい、いいよいいよ。卵には困んないね。はい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 、よいしょ。テンポよくテンポよく。そしてね、向こう側に何かある。なるほど、あれよ。狙いつけるの下手くそかよ。ちょっと待って、阻まれてる阻まれてる。
こっけっけ、ここにもいるよ。おれよ、下手くそかよ。おっと、オッケーオッケーオッケー、ゆっくりね、ゆっくり。ほい、赤コイン入ってる？入ってないんかい。向こうのお家も気になるね。お、攻撃できる。よし、オッケー。あ、いいですね。はい、オッケーです。また下になんかいるね。ちょっと待って、下にいるやつらがちょっと邪魔なんで。あら、あれ、こいつら敵じゃねえの。まあいいや。あ、そういうことね。あ、そういうことか、そういうことか。分かった分かった分かった。ちょっと、くっそ、そういうことね。下のこいつらを卵にして奥の風船を割れっていうことだったのか。読み取るのが遅かったな。そういう察しの悪さと挙動の遅さは後々響きますよ。よいしょ。お、オッケー。よし、チェックポイント。多分さっきの場所がスペシャルフラワーがあっただろうから、ちょっとこれよ。よし、オッケー。さっきの場所スペシャルフラワーがあったはずだから、本当はね、さっきの3つ目だったんじゃないかなと予想。オッケーオッケー。ここもなんかね、なるほど。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、むずいな。オッケーオッケー。危ねえ危ねえ危ねえ。あれ、2つ逃してる。そんなもんか。ここチョロヌープ出てきそう。待って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 。なんかありそうなの。あ、やっぱ咲いた咲いた咲いた。あ、ちょっと待って、まだある。オッケー、おっ、オッケー、よし。あ、いっぱいいるよ。この隙間になんかあったりしない？ないか、さすがにないか。オッケー。お、落ち着いてね。お、なんかありそう。これが最後のフラワーか。オッケー。ほらほらほら、追っかけてこいよ。はっはっは。なんかある、フラワーが。よいしょ。こう、ああ、なるほどなるほど、こういうことね。オッケー。でもあと3枚足りないんじゃ。待って待って待って、ちょっと待って。うっ、よいしょい。待って待って、危ね。おし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 、いいねいいね。オッケー。ほい、じゃあゴールかな。はい、ありがとうございました。優しい世界。スペシャルフラワーだけ回収しきれなくて、その他は全部パーフェクトだね。オッケー。コイン今何枚ぐらいある？472？ ガチャは4回しかできないの？
じゃあもう一ステージ行ってそれ後に行きましょう。待って、チャレンジチョロップ。待って待って、なんかボス戦赤いよ。チャレンジチョロップ退治、難しそうだね。スペシャルフラワーも7枚あるよ。ヤヒーヤヒー。ああなるほど、チョロップ退治、チョロップをたくさんやっつけましょうと。スロープか。一応卵にするのもカウントされるのね。じゃあガンガン卵にしてって、で奥のやつもほい、こういうことね。やっぱ落としたやつも判定に入る。俺はさ、なんだろう、スロットすごい苦手だよ。よし、いよいよ。なんかありそうな気がするけど。絶対赤コインある、絶対赤コインある。ちょっと待って。 OK、 いいよいいよ。なかなか早く処理できてんじゃない。待って、絶対なんかある上に。なんもなかった。ちょっと待って、よしよしよし、いいぞいいぞ、早い早い。これは下に降りないとダメなやつだね。うわー、この野郎。よし、オッケー。待って、なんか向こうにいっぱいいる。この状態で狙えんの？あ、狙えるんだね。なんこれ難しくない？これ難しくない？どうしろと。今取り損ねたかもしれない。待って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 。くそー、一匹逃したー。そしてスペシャルフラワーも逃したー。いろいろボロが出てしまったね今。もうちょっと優先順位つけないとダメだ。これめっちゃいっぱいおるやん。やばいやばい。でかいやつが、でかいやつがいっぱいいてた。よし、こんなもんか。今どんなもんよ。全然フラワー回収できてねえじゃねえか。ほらもう終わりだよ。もうこんな感じか。じゃあな、ここは収録があれ再生しよう。楽しいんだけどね。79。あ、まあでもチョロヌーポーなるほどなるほど、そういうことか。最後の最後でここで回収できるわけね。じゃあ、あとコース上の、スペシャルフラワーを1枚回収できればいい感じか。あと、赤コインが2枚足りてねえな。ヨッシーコインですら、全然回収できてねえ。
わお。さあ次回どっちに進むかですね。じゃあ最後にガチャやっていきますか。あ、ちょっと待って、値上がりしてる。1回150だから、くそー、3回しかできねえじゃないか。あ、待って、1回しか回さんかった。あ、でもレアだ。レアが出て嬉しい。花壇、ははは、まあいいんじゃないでしょうか。あと2回ね、はい。あー、ノーマルだ。ほうほう、飛び出す紫の花。コーヒーフレッシュグリーン、なるほど。飛び出す紫の花壇なんか良さそうじゃない？どれだ？だいぶ集まったね、これ。あ、やっぱりほら、頭にだって咲いてるぜ、これ。なかなか可愛らしいじゃないか。はい。では、今回はここまでにしておきましょうかね。と言ってもまだ時間があるのか。よし、じゃあ下行こう、下。あともうワンステージ、もうワンステージ。元気が出ない。スペシャルフラワーが15個あればな、あげる。後半になればなるほど要求する枚数が増えてきますね。お菓子のステージみたいな、なんか可愛らしい。おお、結構ステージ数多いね。メルヘンランド、マジで。では行ってみましょうか。ケイトの国のヨッシー、マジでケイトカービィ、ケイトカービィじゃない、ケイトヨッシー。いや、カービィもヨッシーも確かにケイトバージョン出ましたけれども。はい、おーっと危ねえ。お、そういうわけじゃない。あ、押すのか。なるほどね。あ、しかも戻ってくんのね、ふっくらしいよ。おっと、お前みたいなところはね、何かかしらある可能性があるんだ。なんもないか。おっと、突然上から降ってくる。あっと、まずい。あっと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 、やっぱりね、何かあると思ったよ。 OK、 待ってね、下になんかあると思うんだよね。コインか。でも赤コインないんかい。まあいいでしょう。あ、なるほど、そういうことね。ある程度沈めないとダメなのね。ほいで、ほい、オッケー、タイミングよくね。倒す必要はないんだけどさ、なんか隠れているハテナブロックとか出てきたら怖いじゃん。よいしょ。で、これはなーに？オッケー。オッケー。で、向こう側になんか隠れてます。え？何が起こったんです？おっと、はい、オッケーです。お、やっぱこっちにもある。はぁ、あ、ちょっと待って。今のめっちゃびっくりしたね。おぉ、こいつ。そういうことね。なるほどね、段ボールでガードしてくるか。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、乗せてー。で、こっち側は何もないと。ああ、そういうことね。オッケーオッケーオッケー。で、これこっち側になんかあるね。卵がないよ、もう。
待ってもう来ない？来ないか。来た。待って、あ、あのね。そこで外すなよ。つむじくん、もう来ないかな。ちょっと、あ、ここに、まあでも、卵があるんだったらいいや。怖い。で、赤コインをちょいちょいチラ見せしてるやつがいるね。よし、ちょっとじゃあステージ戻ってと。こっちにもなんかルートあるっぽいし。あ、そういうことか。これは赤コインですか。ここもなんかあるよね。あ、そういうこと。おお、はい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 、そういうことね。これで1枚目か。ステージの先は長そうだ。おい、またなんかあるよ、ここに。OKOK。 これは辛そう。あっと、ちょっと待って。よし、で戻って、ほい、お、オッケー。で今度はこっちが戻る。オッケー、来た来たね。ジャムじゃん。無理はしない。こっち側に傾けてからジャンプ。オッケー。なるほど、これはこっちから行けんの？あ、行けたね。オッケーオッケー。よし、上に上がりたいんじゃ。あ、行けた行けた。お、オッケー。下に行きなさいよと。何かよからぬものがありますね。下がまだあるのね。おっと、プレゼント。なるほど、よし、オッケー。今のところどんな感じ。ようやく半分いった感じかな。でも赤コインがなんか足りてない気がするな。おっと、つむじくん。待って、危ねえ。ここは2つしかないのか、怖いね。なんもない。向こうのケイトボールとかも打つことはできないですね。卵を必要としているところで絶対兵法がちゃんと配置されてもすごい親切設計だ。で、これは？あはは、ジャンプして越えられんの。オッケー。何かがあるわけではないのね。上にもルートがあるね。おっと、危ない、怖いよ。いって、
何かないかな。なんもなかった。うーん、ここでチェックポイント。フラワーをどっかで一個取り逃してる可能性がある。だいぶ下がった。下がった先に何かあるかなと思ったけど、何もなかった。おっ、あっ、危ない。何もない。おっ、ちょっと、これ5つ目ですよね。おっと、ここチェックポイントか。 OK、 じゃあ早々に戻りましょう。ほいほいほい。うお、ちょっと、なんかあるよ、この辺。ちょっと邪魔邪魔邪魔。あれ、やばい、なんてこった、なんてこった。くそ、しょうがないね。あっとっとっと、ああ、怖い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 。いらん。どうしたらいいかな。これむずくない。ああ、そうか、卵をもう一個取ってこいってことか。オッケーオッケー。で、それは辛くないかい。お、よし、おー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 、オッケーオッケー、よし、もうゴール、もしかしてですね。うーんって感じだな。集められてるけどね、次もしっかり注意深く周りを見ないといけないなって感じですね。次はポチとお菓子の国か。フラワーを10個ですね。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。